今プロレスラーもね、アイドル化して可愛いプロレスラーおるから、
感じに言い出したら超弱いプロレスラー十二ペア的な行くぞーみたいな最初 のなんか、ね、取って出しだけすごいみんな興奮するけどすぐスリカンド取られる起き上がれないっていうあいみたいな感じでやるやついいじゃないやったらこの人さっき裏であのこのねチンチラすごい可愛いじゃないですかこれね、うん、今回私、うん、エジプトのあれを受けて、うん、ミラーボール衣装でしょないやっぱなかったないでしょいいねみんな一言ずつなんか違うのが出るっていいねちょっとあの学んで、うんうん、あるかもしれんそうだよミラーボール衣装そうだよミラーボールのイヤリングしか出てこなかった、うん、いやねまだまだよみんな今回シルバーの衣装探すのに聞いてください衣装シルバーレディーガガで探しますわそうであったあったんよすごい出てくるの知ってます超高いあの肉のワンピースもあるのへえ。来たいみんななんか来たいんだろうねあれを買ってるってことはなんかシルバーはねなんかねこんなねこんななんかワンピが売っててそうそしたらなんかやるたびにみんなにご迷惑かかるって困ったら血だらけですそうだからちょっとおかがはあの営業させてもらったやけど、まあ、私の既製品ねすごい既製品だけでこう着るの嫌やからどうしても今回アースウィンド&ファイヤーの、ずっと動画を見ててあのこれやったでしょうすいませんギターの人がこれしてるんですねえ大好きな人はやっぱ見てんこのよだれかけがねあのねシルバーよだれかけでは出ませんなかったないでしょうねどうしても見つからんからしょうがないから私大津の方に私のお抱えデザイナーさんがいるんですよでその方にすいませんシルバーのよだれかけを作ってくださいどんなものか言うから画像見せてもらわないとって言ってアースの画像を動画から抜くのにめちゃくちゃ動いてるからこうやって全然撮れんそう全てくれて全然わかんないって言ってもうしょうがないからこれあの家にあったなんかチューブトップのタイトスカートとかにもできるやつを、ある日ふとかぶったらよだれかけじゃないってなって、うん、これになりましためちゃくちゃ、うん、なんかもうそういうものなのかなっていうふうに見える売ってそうでしょそうでしょ、うん、でも載せといたらいいんじゃないですかそう売る売る転売だってないねんないっすないっす、うん、言うねんそっかジェジェニーになるのねジェジェニーね全国のアースファンのねそうそうそうカワーファンの皆さんにね衣装、シルバー、アース、よだれかけで出るのしたらいいただよだれかけっていうワードが出てくるかどうかでもこれって何て言いますショールほら、シーンってなったやんちょっと耳を澄ましてしまうよだれかけでいいじゃないですかねよだれかけにしましょうよ相当熱いでしょうねまた熱いんですか首回りがエジプトに続いて終わったら赤ないそうですね声が出そうですホットです本当に暑さとの戦いですけどねさあということでずーっと喋っていたいですけどあのじゃ あのここからは皆さんあのミラクルズそして、もう一個あとインスタントリプレイこれちょっと行きたいんですけど皆さんもちょっと踊ってほしいのでミラクルズ簡単です、手をこうやっていただいてどちらでも大丈夫ですそう、全身交代ですはい、指全身交代全身交代スタラダダッタダッタダッタって始まったんですやってみましょうせーの全身交代こうやって歌われんよ全身交代スタラダダッタダッタダッタそうそうそれで結構いい、はい、これ結構いっぱい出てくるのであのミラクルズはこれで楽しんでみてくださいインスタントプレイちょっと難しいかなはい、あのサビを押していたしましょうせーのインスタントリプレイランニングはいインスタントリプレイ USA はいインスタントリプレイランニングやってないよみんなぼーっと見てんじゃないわよせーのインスタントリプレイランニングはい両手でインスタントリプレイ USA、はい
ピングできるね、やってみましょう。それでは、ミラクルズからの祈りいきましょう。